トロロッソ STR4 はスクーデリアトロロッソが2009年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはエイドリアン・ニューウェイ。STR4 はレッドブルテクノロジーで設計され、U 字断面のモノコック、プルロッド式、リアサスペンション、ディフューザーに連結したリアウィング翼端板といった各部の特徴はレッドブル RB5 と共通していた。しかし、 テクニカルディレクターのジョルジオ・アスカネリは、レッドブルレーシングとは搭載するエンジンが異なるので、燃料系、冷却系、駆動系などの設計は、トロロッソの本拠地ファエンツァで行われたと説明した。実際、RB5 に搭載されるルノーエンジンと比べると、STR4 のフェラーリエンジンは、排熱量が大きく、エンジンカバーの開口部を広げる必要があった。また、搭載されなかったが、 フェラーリ製の運動エネルギー改正システムを取り入れる設計もされていた。シーズン中には RB5 と同じく扁平なノーズコーンやダブルディフューザーがアップデートされた。しかし更新スケジュールは本家レッドブルから数千遅れとなり、特にダブルディフューザーは全チーム中最後となる第10戦ハンガリー GP まで待たねばならなかった。開幕戦では ルイス・ハミルトンの失格により、セバスチャン・ブエミが7位、セバスチャン・ボーデが8位にダブル入賞した。しかし、その後は予選9-1が辛く、決勝のポイントという不振が続いた。ハンガリー GP より、ボーデが解雇され、リザーブドライバーのハイメ・アルブエルス・アリーガシートを獲得した。前年後半戦の好調から一転して、2009年の コンストラクターズランキングは最下位の10位に終わった。アスカネッリは、セバスチャンベッテルの離脱の影響が予想以上に大きかったことを認めた。日本 GP にてブエミがドライブする STR4。幅の広いノーズを装着している。ありがとうございます。